シアトル港の200ターミナルで特定の仕事を終える労働者をめぐる2つの国内が争っており、西海岸の港湾労働者とその雇用主との労働交渉が滞っています。港湾労働者がシアトルでの争議を解決するまで主要な契約問題を話し合うことを禁止したため、協議は約3ヶ月間停滞。北米西側の労使交渉が再開されても、賃金や港湾の自動化など残された問題を解決するにはさらに何ヶ月もかかるとのことです。全米小売業界のサプライチェーン担当副社長津田さんゴールド氏は、サプライチェーンに自業自得の混乱が生じた場合、それが何を意味するのか、経済にどのような波及効果があるのか、人々は非常に心配していると語っています。西海岸の港湾労働者は直近の労働協約が7月初旬に失効して以来無契約のまま働いています。荷役用ターミナルは港湾労働者とその雇用主との間の労働紛争を処理する苦情処理制度がないまま運営されており、いくつかの港で混乱が発生しています。シアトルでの葬儀は労働組合側の ILWU と IAM 国際機械工航空宇宙労組の間で、同港の主要な国際貨物取扱施設である第5ターミナルで特定の仕事を行う管轄権が双方にあると主張しています。停泊中のコンテナ船と陸上電力をつなぐ仕事をする労働者を巡るこの対立は、全国労働関係委員会 NLRB の聴聞会の対象となっています。海運業界関係者の中には、この聴聞会が速やかに終了し組合間の労働の解決につながることを期待していたと思いましたが、 NLRB の広報担当者によると、スケジュールの問題から聴聞会は今月末まで延期されることになったとのことです。